はい、森ちゃん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は雪が雪がちょっとちらついて、ちらついて、もう手がね、もうね、痛い。雪の日ゴルフでございます。はい、ってことで、今回のレッスンは、左肘がこう、何抜ける、そう、抜けちゃう、そう、人向けのレッスン、どうしたら左肘が抜けないかっていう。ちょくちょく言ってるんですけどね。言ってる。言ってます言ってますよ。天然芝でのとこで打席、みゆちゃんにレッスンした時と、あとラウンドレッスン中ちょこっと言ってます。あー、立てるって。あー、そういうことね。絶対覚えてるじゃないですか。絶対覚えてる。でもあの時はほら、左肘を抜けるにはこうですよっていうレッスンじゃないから。じゃあ改めましてですね。そう、改めまして。そう、あー、確かに要所要所に、要所要所に、確かにそれが、それ、そうか、そうか、繋がりますね。改めて、改めて、はい、お願いします。お願いします。じゃあアドレスで1個、動作で1つで1個。アドレスはあの、わりかし左腕がその左脇横か、体側にこうくっついちゃう人が多いんで、わかります、横、はい、ついちゃう方が、胸をこう寄せるような形になっちゃう人が多いんですよ。これ女性特にあるんで気をつけてくださいね。それを左胸の上に乗っけてあげる。で、これってどういう感覚かっていうと、ちょっと一緒にやってくださいね。足肩幅に開いてもらって、左手を手のひらをお空に向けます。で、肩の高さに上げてもらって、真横に、そう、むちゃした、そう、そうそうそう。で、その手のひらをこのスイング軸、体の真正面まで持ってきます。そう、その、もっともっと一緒で、そう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 、そのまま手下げてあげる。そう、その時のここの締まり方、多分やってみてもらえると分かるんですけど、この締まりはアドレスの時にも作っといてくださいねっていうこと。そう、そう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 、で、乗っけてってあげると、まあ肘が引きにくくなってくる。確かに、そう、くっついてるね。そう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 。で、女性の方もあの、お胸関係なくも上にガッツリ乗せてもらっちゃ大丈夫です。はい、それが一つ。これがアドレスで1個。 OK ですか。うん、スライドはちょっと思い出した。思い出した、思い出した。こっちの方が昔とか前に言ってますね。うんうんうん、で、つい最近言ったのが、あの、左肘引けちゃう方ってフォローでクラブが立ってない方が多いんですよ。はい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 、はい、だって上げていく時ってクラブ立つじゃないですか。こうやって上げないですよね。はいはいはい、そう、クラブスーッと上げてった時ってクラブ立つじゃないですか。はい、これを反対側でやってあげなくちゃいけないんですよ。うん、そう、それがこうなっちゃう方が多いので、 しっかりクラブを立ててあげる。うんうん、腕とクラブが90度であるようにしてあげる。 その練習をしてあげると自然と肘って抜けなくなる。肘が なぜかというと、肘が下向くから、左肘が下を向くから。うんうんうん、これクラブが立たないと左肘がお空の方向いちゃうんで引けちゃう。うん、クラブを立ててあげる。うん、立てる。確かに、そ、立てなければそうだよね。肘を引くしかないんだろうね、多分ね。そう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 、引くしかなくなっちゃう。うん、このまま行く人はいないんで、つら、うんうん、い。こうなっちゃう。そう。だからしっかりクラブを立ててあげる。だからハーフショットでクラブ立てて終わるっていう、ポーンって打って終わるっていう練習をしてあげるといいかなと思います。うん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 。それだけでだいぶ左肘は引きにくくなってくるかなっていう感じ。いきますよ。こういう感じでクラブを立てていってあげる。そうすると自然と左肘が引きにくくなってくる。こういう感じです。OK ですか。この感じで、ちょっと左肘引いて打ってみてください。左肘引いて打つのね。ああ、左肘が抜けると自然と軸が右に傾けて、右にも体重残っちゃうんですけど。ああ、そういう球出やすいですよね。だから、あの、スローでスイング見てもらった時に、打ち終わって最初にこの左肩の延長からヘッドが見えれば OK。 何？
後ろからこう見てもらって、うん、後ろからスイング見た時にフォロースルーで最初にこの左肩、肩の延長からヘッドが、シャフトが見える人は OK。 これが肘が先にこうやって見える人がいるんですよ。肘が見えてからヘッドがこう来る人いるんです。はいはいはい、それはダメなパターン。ああ、それいいですね。今この動画でも分かりやすいし。そう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 。あ、じゃあ後ろから撮ってもらって、そう、自分で今はねちっちゃいです。確かに立てろって言ってもどのくらいのあれだってなるけど、目安はそれですね。そう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 。これがダメなパターンね。結構女性が左肘抜ける方がなんか多いイメージなんですけど、それ合ってます？レッスンしててそうですか？やっぱ女性の方が多いですか？多いですね、はい。それはやっぱあれなのかな、力がないから。力がないのがありますね。その前に戻るとそのグリップの影響かもしれないし。ああ、そっかそっか。グリップで治る場合もありますね、うん、さっきのこう手フィンガーにするとこう手返しやすいとか掴まりやすいって話したじゃないですか。捕まるっていうのは畳めるってことなんで、うん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 、っていう感じ。あとはそのクラブがオーバースペックとかっていう場合もある。そのはいはいはい、クラブに振られちゃってる感じ、うんうんうん、あ、じゃあお下がりでもらったクラブがちょっと重かったとか、そう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 、まあ女性だけど面倒もらっちゃったとか、そうですそうですとかの場合だと動きがいつもそうなりやすいとかっていうのはあるんで、なんかこのよくちょっとオーバースペックを進めるのもありつっちゃありじゃないですか。はいはいはい、でなんかそれに向かって練習していけみたいなあれはどうなんですか？それは、ある程度形ができてからの話ですね。 まあ、あと練習量が確保できる人とか。そう、練習量があります。そうそうそう、まだ形ができてない人にオーバースペック与えても使いこなせないんで、まずは形ができるまではその人に合った その時あったものにしてもらって、それでこういう動きができるようになってきてから、じゃあヘッドスピード上げるためにちょっと重たいものを振れるようにしていこうかなら OK。 なるほどね。そうって感じかな。わかりました。クラブ選びも大事なんで、そう、一概に何がこうね、もしかしたらグリップかもしれないし、クラブかもしれないしっていうのもあるか、まあ、その辺も見て、そう、さっきのアドバイスをやってもらってっていう感じです。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。森水菜です。動画ご視聴ありがとうございました。ゴルフのお悩みや、まあ、こんなゴルフレッスン動画が見たいなどありましたら、ぜひコメント欄までお願いします。いいねやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバーイ。